で、ね、少年、そう、さっきのごめん、少年野球だった時っていうのは、憧れが、はい、憧れの選手っていうか、それが篠塚さんで、篠塚さんですね、そうやって左打ちが、はい、すごい憧れたわけじゃない。で、当時の、こう、なんだろう、プロ野球だと、はい、あの、応援してた時は、ファンの球団っていうのは、そうするとやっぱジャイアンツになっちゃうの、ね、なっちゃうぞっていうのは変なんだけど。なっちゃうんですよ。なっちゃうとか、ジャイアンツが放送がないんですよ。あ、まあ、そうか。はい。だから、当時のジャイアンツとかも、すごかったですよね。もう篠塚さんが出てきた時なんか鮮明に覚えてますよね。もう何しても篠塚さんしか見てなかったですよ。ああ、なるほどね。はい、守備も守備もあなんか無駄な動きがないしっていう感じです。あこの中でも篠塚さんですね。篠塚さんってさ、でも未だに同じような打ち方してるよね。してます。すごいね。してますよ。年に1回野球の試合で行くんですけど、もうそうです。必ずマイグローブで、自分の形のバット。僕はそ そう、自分の形のバットを持ってきて、横に置いてやるんですけど、僕もそのバットの形で、大学時代それ使ってたんですけど、もいいっすか、篠塚さん。あ、いいよ、つって言ったら、すごい懐かしいんですよ、篠塚。篠塚モデルの。もう、でも、グローブもピカピカに磨いてますからね。今も。いや、そういうのは、ダメだね。見習わないと。いや、本当です、本当です。ね、はい。これでさ、あの、それこそ本当申し訳ないけど、あの、モルツ軍団の時の、野球で行く時のグローブって、野球教室の時も全部そうなんだけど、はい、水野なんだけど、はい、昔の水野のマグロ。あ、M の。はいはいはい。よく宮本とかさ、あの辺に、年代も使ってますね、ってよく言われるけど、でも、あれ、手入れはしてないんだけどさ。でも、あれって僕が引退する時までは M だったんで、そう、2005年までは M だったと思うんですよ。今、ランバードマークになってますけど、うん、いや、僕、あれ貴重だと思いますよ。よく言われるよ、年代もんですね。はいはい、そっか。ジャイアンツファンか。荒木さんは、どこファンだったんですか？俺は、ジャイアンツ。あ、やっぱりジャイアンツかな。東京の人間だから、はい、どうしても多いよね。で、ヤクルトも東京の球団であったけど、ヤクルトファンってなかなかやっぱり見る機会が少ないんで、あ、ただ試合を見に行くときはやっぱり神宮球場の方がアクセスが良かったりするとやっぱり行くんだけど、やっぱり巨人戦の神宮球場に見に行くっていう感じ。はあ、ジャイアンツの、そう、ジャイアンツが来るから見に行くみたいな感じ。ヤクルトを見に行くっていう感じ。本当、自分がお世話になって申し訳ないんだけど、ただでもやっぱり東京の人間とはやっぱりジャイアンツかな。子供のちっちゃい頃に帽子かぶるとさ、あのジャイアンツの帽子かぶったりとか。そういうのなかった？あります。もうジャイアンツの帽子が多分みんな被ってましたよ。だからたまに、まあ、僕はその後に広島に入るんですけど、カープの帽子被ってる人がちょこいて、あと、赤い帽子。赤い帽子です。赤も赤色になってたんで、その時は。あとはタイガースとかっていうのも圧倒的にジャイアンツです。ああ、そうなんだね。はい。それで、はい、まあ中学校までそうやってやっていって、はい、高校が佐伯鶴翔高校っていうのがあって、はい、そこに行くわけじゃない。はい、だけど、それはどうして、じゃあそこに行ったっていうのは何かあったの？きっかけというか。あのですね、うちの父親も母親もここの出身なんですよ、高校が。同じ、今も田舎から出てない。OB なんですよ。で、父親は野球をやってて、うん、母親は陸上をやってたんですけど、うん、で、それこそさっきの話じゃないですけど、僕らの時も PL 学園全盛期なんですよね。あ、はいはい、もうそれこそ桑田清原で、うん、から始まって、あのスタンドには PL の文字とか、うん、はいはいはい、もうあれがもう鮮明にこうあって、でその前からさっき言った西谷さんとかそれこそ小早川さんとかで、小早川さん、はい、出てきて、うん、PL 学園強いなと思ってて、甲子園に出たいが一番なんですよ。うん、なんと甲子園に出やすい高校ってなると PL 学園なんですよ。うん、で PL 学園に行きたいって親に言ったんですよ。うん、あのそしたらめちゃくちゃ怒られて、もう地元から甲子園行かないと、よそから行ったら応援しないみたいな感じで言われてで、まあ、結果的に鶴翔高校に入って、でずっと野球やるわけなんですけど、うん、だからあの本当に今思い出すと、あの甲子園の見てる時っていうのは本当にこう羨ましいなっていうのと、実際に甲子園の砂ってどう、あのみんな追ってかるじゃないですか、こうやって、はいはいはい、あれが僕らが本当に小学校1年生ぐらいの時に甲子園に1回高校は先輩が出てるんですよ、うん、
その砂を見せてもらっただけで手震えてましたからね、僕は。その瓶に入った砂、いいですって、はいはいはい、持って帰っちゃダメだよって言われながら、こう取って、こうやってやってるだけで震えてるぐらいな感じだったんで、まあ、甲子園っていうのは憧れてましたね。まあ、でも入学したら自分たちで絶対出たいっていう気持ちはありました。うん、え、高校時代どんな感じだったんですか、成績というか。成績は、1年生からベンチに入ってたんですけど、控え。2年生からレギュラーになったんですけど、ベスト8かな。で、3年生の時は、優勝候補だったんですけども、準決勝で、4対0から、7回まで勝ってて、4対0から、逆転負け。負けたんだ。負けたんです。負けたんですよ。で、そこでもう甲子園行けるなと思ったんですけども、もう、勝ち上がってくるチームがもう練習試合しても全然勝ってるチームだったんで、あ、はいはいはい、事実上の決勝戦だったんですよ、うん。その柳ヶ浦高校っていうところなんですけど。柳ヶ浦ね。はい。で、その時のライバルのキャッチャーが、年は当然一緒なんですけど、アジア大学で監督、ついこの間までやられた生田君、あ、はいはい、が同級生で、彼の高校に負けたんです。はい。まあ、まあ負けるべくして負けたというか、僕そこから予選か東京みたいにそんな試合数は少ないんですけど、うん、4試合ぐらいやってきたのかな、うん、ヒット3本ですかもうショックです、もうお前のせいでいけなかったって散々言われましたそれはきついよね、でもいやきついですよ、そんなのきついよね、いやきついですよ、だからそれまでずっと打ててて、うん、調子も良かったんですけど、その時からピタッて打てなくなって、うん、でもう、その時は打ててたんですけど、なんとかしなきゃいけないって言って、セーフティーバンドヒット1本と内野安打みたいなのが1本、あとなんか、固定ヒットみたいなのかな、そういうぐらいしかなくて、終わった時に同級生から、野球部嫌ですから、お前のせいで負けたって、ちっちゃい町だから、野村打たなかったから全然、とかっていうのがすごいあって、結構非難ですよ。だからもう、今、いや今でも、今でも同窓会とかで会うと、結局回り回って最後は僕のところに来て、甲子園行きたかったよなとか、他の。なあ、野村って言われて。そうそうそう。お前が打ってたらなとかって、甲子園行きたかったなとかっていう。今のね、それ集まりってあるの同級生あります、あります。野球部のやつもあるし、それこそ、他のクラブの、男の子もいるし、女の子も当然いるんですけど、集まって行った時には、なぜか知らないけど、やっぱ甲子園の話になるんですよ。なるね。いや、僕は野球やってるから、野球の話からだんだん誰かが振るんですよね。うん、そういや、あの時さ、って始まる。そうそうそう、またこの話みたいな話。それで、なあ、野村さん。そうそうそう、そうなんですよ。そうなんですよ。多分これ見てるね、地元の人がいたら、そうそうそうって言ってますよね。いや、でも、高校時代のでも話して、でもそれ、まあ、勝ったのもそうだしさ、でも負けた話もやっぱり、なんかそうやってこう、いいよね、でもね、なんか思い出すというか。だから、荒木さんのチャンネル僕見させていただいたんですけど、もう甲子園出た人たちばっかりなんで、僕らみたいに行けなかったとか、なあ、野村とかって言われるから、なかなかないんだろうなと思いつつ。ね、俺らは偶然行かせてもらったけどさ、結局でも途中でボコボコに打たれてるのを、なんか打ってくれて、なんとかこう勝たせてもらったりとか、そういうのがあると、その話ってやっぱすごい盛り上がるもんね。いや、盛り上がると思いますよ。だから甲子園出た人の、に出てる人たちの話を聞いてると、なんかすごく、ちょっと違うんですよ。僕の予選の話ではなくて、甲子園の話じゃないですか。だから羨ましいなとか、片山さんの YouTube だったかな。なんか、もう、負ける、もういい、ここまで来たからもういいやって言って、もうなんか買い物に行ったりとか、なんかお土産を買いに、ね、はい、買い物に行っていくとか、うん、はあ、甲子園行ったらこういう心境になるんだって思ったり、レベル違うなと思って。まあね、俺ら、まあまたこういう番組でさせてもらってて、なんか言うのもあれだけど、それをさ、すごく感じたのが、はい、それこそ、ポー・ウォー・モルツの、野球大会の時に最初に始めた頃って甲子園出場組と出ない人の試合があったの。はい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 。で、出ない人なんだけどプロ野球で大活躍してる、もう、まあ、ケンジもそうだけど、名球会に入られてる方とかいろんな人がお前らはいいよなって言うのよ。だけどこっちの方のグループ、俺らのよ、どっちがいいと思ってんのとか言って、それは
プロであれだけ活躍して、こういろんな成績残して、それがやっぱりいいんじゃないのみたいな話してんだけど、まあそれはないものをさ、やっぱり。いや、ただでもね、やっぱり野球人からすると、甲子園っていうのは別格ですね。甲子園。だから最終的にプロで活躍してっていうのも、まあそれもあるんですけど、なんかこう、甲子園の話になると僕らちょっとこう、さよならみたいな感じのところがあるんで。一緒だよ、俺らがプロ野球の成績の話で、フェードアウトしてから、後ろの方になって、後輩でもこの後輩の後ろにこうやって座ってるような感じになって。でもどうなんですかね、今は今でそういう甲子園で活躍してる人がどん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 こうプロに入ってくるんですけど、僕だけなんですかね、荒木さんとかもそうなのかなと思って。あの時の時代、荒木さんたちの時代の前後、僕らの時代を踏まえて、一番なんか甲子園がこう盛り上がってる時じゃなかったですか、ね、ちょうどそうだね。